はいえー、もう一丁寝る前にやっていきます。ゆめさん、よろしくお願いします。春の嵐でしたね。一瞬何が起こっているかの、いるのか分かりませんでした。うん。あの、そうなんですよね。あの、まだちょっと不穏が、空気が続いていて、前線停滞という感じですけどね。うん。えー、っと、ゲストさん、よろしくお願いします、えー。ご迷惑おかけいたしました。いろいろアカウントを、まず、マイクボ様のムカつくというパ,パワーバードが、 始まり規定に乗って相談をしました。自分は4回しかコメントをしていませんが、技術の話からパワーワードにつながり、最終的にはいろいろ切れて,切れていますし、隠滅はできません。キャプチャーとインクエリで引っ張ったのを提出しただけで、アイドルの話はしていません。まだ学院生を兼ね、眠れず、タブレーズですから、きちんと出てこいやなどの。 発電にもきちんと主体文を書いております。トリプルアクセルはいらないと思いますから始めたら、ムカつくだったので怖くなり、同期に相談をして自治体に提出しました。えユミリスさんは誤解ですと主体をしましたが消されてし、ま、消されてしまってます。申し訳ございません。マイクボ様のパワーワードは年末からずっと気になっていたので書きました。あ、なるほどですね。年末から。年,年末からですか えっと、フィギュアスケートは自分がやっていることに役に立つと思っておりますが、かなり暴言発言に参っておりますので、え大変申し訳ないですが、きちんと謝罪文とさせていただき、えもう一度追い,んえい追い方についてののみえ自治体に、えー、行ってきます。このままでは良くないそうなのでということみたいですね。あ、また行かれるということですか。なるほど。 うん。と、あ、これで失礼いたします。最後に、本当にエミリーさん、エミリーさん、えー、申し訳ございませんでした、ということですね。うん。え、また行かれるということですか、でもね。うん。あの、取り下げるっていう話はあったかと思うんですが。えっと、ゲストさん、えー、言うくないのは法律で、 的なことではなくて、謝罪を何度もしたはずですが、消されていてももう力が出ず、政令都市にある大げさになるといけないので、英語にしますが、えー、 EHFE、e、の相談室とホスピタルからの現場から絵は書き込みをしておりますので、誠にユミリーさんには申し訳なく思っておりますので、失礼いたします。えもうフィリアからはえ学ばない方が皆さんのためにも、自分のためにもいいそうなのでえ、きちんと卒業して拝見するのもやめます。ありがとうございましたと。 いうことですね。え、記者的にちょよさん、えー、謝罪をされるのなら、相手の名前、お名前はしっかり確認をしてくださいね。え、ユミリー様ではありません。ユミリー様ですよ、と、うん、いうことですね。うん 藤原恵子さん、よろしくお願いします。株君、お疲れ様です。ただいま、夜中の3時半です。目が覚めたんで、株君、どうしたかなと思って、マリニンさんのコメントで荒川さんと浅田さんのエピソードを伺って、納得できましたね。そういうコーだったんですね。荒川さんも浅田さんも素敵な選手ですよね。マリニンさん、ありがとうございました。 かむくん元気出してね。海原さんも演技も元気出ますよね。うまくはもう少し出ますね。またね。はい。おやすみなさいませ。って僕もこれから出てきますけど、ちょっとまたなんか、もう一回訴える、もう一回言っていくっていう話あるんですけどもね。大丈夫ですかね。あの、うん。えっ、ー、と、ゲストさん。えー、自分は、えー、父が大好きですが、えー、初めて父より年上の方々に書い、えー、たことを理解してもらえず、がこんなに、 身体と心に傷み、痛みを患うことを知りました。アスリート学生と働くことを兼ねているのはかなり大変で、トリプルアクセルはなくても十分すごいということと、あとは日本経済のためにチケットを購入してくださっているのは、とても自分たちにとってありがたい,ありがたいことで、 将来野球くらいの値段に偉い方々がしてくださればうまく書けなかったことを申し訳なく他は罵声をかけられることはとても辛いということは4回の長文になりご迷惑をおかけいたしました申し訳ないですが警察は IT 科を受験しており皆同期の絆があり相談かいつでもでき自分もインク入り インクエイリくらいのシステムはささっと作れます。えー、詳しく書くと、またマウントのような暴言発電、暴力発電を受けるので、えー、申し訳ございません。失礼いたします。と。うん。はい、えー。ということなんですけども、うん。えーと、木更木24さん、よろしくお願いします。えー、あち、ちょっと待ってください。これね、後でちょっと紹介しますね。 ハナ、えー、さん、よろしくお願いします。えー、株君、おはようございます、えー。気になって眠れなくて寝不足です。うん。やっと少しですが、私なりに大まかな流れが分かっていきました。勘違いだったら申し訳ありませんが、以前にも似たようなタイプの方が出没して、えー、場を荒らしていませんでしたっけ、えー、こんな人、全体的に何を言いたいのか分からない。若干不愉快なコメント。えー、周りに謝罪しつつも、えー、ご自分の意思は負けない。もう来ない。とか言いつつ居座る。 さすがに警察に訴えるというのは、その時はなかったですが、なんだか疑視感、ええー、っと、疑視感があるんですよ。ねうん、内容を忘れていましたが、しまいましたが、気のせいですかね。えー、こんなの私変えたら、また私も訴えられますかね、という子ですね。うん、なんかあった気もしますね、確かにね。ただ、今回は本当に訴えたということみたいなので、まあ、しかもまた行ってきますということみたいなので、それがちょっとまた、 気になっているんですが、ちょっとさすがに今日はごめんなさい、えっと、ね,ね僕は寝ちゃいますよ、うん。はい、なので、うん。はいえ、なみなみさんよろしくお願いします。え株君おはようございますえ。こちらのね、速報びっくりしましたけども、え僕ちょっとね、なんかまちょっと勘違いというか、あのまあ、勘違いってわけじゃないんですけども、え株君おはようございます。さんのインサで 結構長めに小田くんが滑っている姿が映っているので、小田くんを振り付けしているんだなというのはわかるんですが、その中でぼ,やぼかして映っている選手がいるということです、ね。なるほど。小田くんに加えて、ぼかして映っている。なるほどですね。あの、そういうことだったんですね。うん。えー、ということですよ。で、えー、がいて、かおくんなのか、そうまくんって多分皆さんそわそわしてるんだと思います。そういうことなんですね。 なるほど。これは誰でしょうか。えー、ぼかしてるということは、まだ、えっと、真相は明らかにしてないっていうことですね。違うかな確かに小田くん、なんか一度引退をした選手とは思えないくらい素敵ですね。来季、もしかして、えー、もしかするということです。ねもう35、6歳ということになりますからね。いや楽しみでございますよね。うん。まあ、それとともに、ぼかしてる、映ってる選手。これは日本の選手ということでしょうかね。うん、なんか、 マークがあったということなんで、誰でしょうかね。今、あのヨーロッパにいるとなると、あの、カリルマユーマ選手はイタリアで練習をしてるみたいな話ありましたが、カリくマとかイタリアに、まあ、フランス、ブルワリソンフランスなんで、あ、イタリアにもたまに来てませんかね。その可能性もあるんですかね。うん。はい。ちょっと気になったりしてますけども、うん。まだ続きがあったんですね、この話は。 はいそして、ようさん、よろしくお願いします。えー、カブくん、おはよう、えー。久々に寝不足。えー、羽生結弦くんも大好きだけど、カブくんも大好きだからね。えー、ラブを1個置いて、また旅に出ます。ふぅ、とりあえずカブくん、喋ってたから安心しました。いろいろ,いろ,いろあるって。 人の数だけ考えがあるんだもの。前に進みましょう。良い一日を。ありがとうございます。ね。あの、ちょっと前に進みたいですけどもね。また行かれるっていうことなんですけど、ちょっと僕はもう寝ますよ。寝かしてくださいね。あのね、もう、あの、先ほどの、もう一回行くって、ちょっとね、もうよくわかんなくなってるんで、僕はちょっと、もう惑わされずに寝、寝あの、寝ますよね。うん。 さあえ、寝る前にすべてのコメントを読んでいこうかなと思いますが、ゆうのネアさん、よろしくお願いします。かぶさん、今日は腰痛ゼロの日でもあるそうですということですね。かぶさんは、陸上フィギュアとか庭仕事をしてるんで、え腰が痛くなりませんかあ、なりますよ。なります、なります。あの、陸上フィギュアの場合は、フライングシットスピンの時に痛みが出る時がありますよ。 庭仕事の時もなんんかありましたね、うん、さん練習とかをしていてぎっくりで腰とかに気をつけてくださいねえ肩こりと腰痛は日本人に多いそうですよあそういうことらしいですねやっぱりこう腰を曲げてる日本人結構多いですよねあの独特な姿勢っていうのは確かに日本人に多い気がしますあのかあのめいちゃんあえっとねえっと、な隣のところに出てくるようなおばあちゃんの感じうんああいうのはやっぱ日本独特な感じがやっぱあるのかなと 畑仕事とかじですすすねううん、えー、えん t さよよろししくおお願いいままはござただいま4時半です、えー。トイレで目が覚めてちょっと覗いてみました。うさぎは鳥ではないですよ。確か漢字で、なんとか、あっ、こんな星です、ね、難しいですね。なんとかなんとかと当ててですね。さ、え、ぎ、ー、がついていることから鳥と勘違いされて羽根で数えるようになったとか、あっ、おいですね。 うさぎってわって読む。何々はとかっていう、ね、今は引きでもいいとされています。それとうさぎは手のひらサイズの小うさぎから飼い始めたんで、えー、飼う前、全妊娠説はあげないです。えー、飼い始めて半年も経たず、そうなったんで、成長の速さにびっくりでした。か、え、ぶ、ー、君が言っているネズミとうさぎの仲間みたいなのって、モルモットでは、あモルモットじゃなくてな、ね、なんかねもう、もう一つなんかあったんですよ、確か。うん、モルモットですかね、もしかすると。 うん、ちなみに、モルモットも飼ったことありますよ。えめっちゃ可愛くて、音ボぼけで癒し系です、うん。モルモットですかね、もしかすると。なんかね、あの、ベルギーでちょっと名前忘れましたけども、なんかあるんですよね。うん、あの結構可愛くて、なんだったっけ、ちょっと名前忘れちゃったんですけどもね。うん、はい、195-3も1とです。あらら、王女ですね。あ、王ではないですよ。あ、これちょっと間違えてました。王女。うん そして衝撃情報です。ワンちゃんがフーと言います。えっと、キサダキ24さんどうもです。えー、かむくんおはようございます。えー、警察方の一件お疲れ様でした。えー、今朝のニュースでびっくりするニュースです。えー、トイレに座ったところ、お尻をヘビに噛まれたって、これちょっとびっくりさますね。どんなんだこれはやばくないそれ、ね、本当んと。写真ではトイレの便器の中に何やらうんうんこみたいなものが映っていて、一瞬うんこ映すのって思いましたが、それが。 蛇だったんです、えー。噛まれた男性は急所でした、えー。トイレを撤去して調べたけど、蛇は現在行方不明だそうです。やばい。えー、怖いですね。本当。うん。えー、これどこですか一体。場所は。えー、めっちゃ怖い話ですね。うん。いやこれはちょっとトイレと怖症になっちゃいますね。いやえこ、ー、どこのえー、これはえー、っと公衆トイレでしょうか。それともあのなんかお店の中のトイレですかね。えー、めっちゃ怖いですねこれ。うん。 お尻の穴あたりでも、軽装で済んでよかったですね。でも、この蛇は、毒蛇じゃなかったっていうことですかね。うん。いや、これはちょっと信じらんないですね。これ、日本ですよね。うん。いやー、ちょっと恐ろしいですね。びっくりですね。うん。はい。えっ、ー、と、草崎日4さんも言ってです。私も、前窪様のコメントで何回かすっきりしている一人です。あずが強すぎるんですけどね。えー、シルバークレーのおじさま、ドンマイ。うん。えー、ということなんですよね。うん。 Yeah. <sniffs>